まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。アホか、あげるわけねえだろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど、あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死が飛び越える？それでしたらあの空席は？私たちは15人なのに、なぜ席が16個もあるのですか？深い意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。さてと、前置きはこれぐらいにして、そろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。じゃあ議論を開始してください。断言しよう、殺されたのは前園さやかだ。そんなん分かってんだよ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったんだ。そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて、抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。断言しよう、そんなの分かって。殺人が起きたのは苗木の、そのシャワールームだったのに。前園さんのところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されちゃったんだ。それは違う。